こんにちは。手で芸をするコミーです。開封動画ですと言っても Amazon ですけどね。これはオタッキーな品物になりますから、楽しくない人は楽しくないと思います。じゃじゃーん。ね、もうこれ見てここでなんだってやめる方もいらっしゃると思います。私はまあね、編み物もしますけどちょっと違うオタッキーな面もあるので、はい、そっちのものも欲しくなる、いろいろあるんですよ。でまあもしね興味のある方もいらっしゃるかもしれないと思って、開封動画にしてみました。まあ興味のない人の方が多いかもしれませんね。怪しい箱ですよね。あ切っちゃった。ちょっと先にどっちだろう、切っちゃったからバーコードナンバーはこちら。もう早く開けたくてしょうがなくって、バーコードナンバーとかやってられないみたいな、そんな感じが表現できましたでしょうか。そういうもんじゃないですか。この字見えるかしら、読めませんけど。そんなにお高いものではないです、もちろん。どうやって開けるの、こうやって押す感じですよね、多分。なんかテープとか貼ってあるのかしら。違うの、違う感じ。こうだな。こういう感じでした。じゃーん、ユーザーマニュアル。じゃーん、爪切りみたい。もちろん違います。日本語で書いてあるのかな。ちょっとだけ書いてある。はい、見えましたか。 Bluetooth のイヤホンになります。マイクついてなかったかな。マイクもあるってなってた気がするけど、まあマイクはどっちでもいいっちゃどっちでもいいんです。このイヤホン、有線でも別に私はそんなにこだわらないんですけど、今編集をするときに、イヤホンでやっています。で今まで使ってたやつは有線なんだけど、マイクもついてるヘッドセットっていうやつだったんですけどね、片耳につけるやつで、耳にこう引っ掛けるところがついてたんだけど、その引っ掛けるところが取れちゃったんですよ。だからなんか固定できなくてすぐ耳から落ちそうになるっていう状態だったので、すごい編集しながらイライラしてたんですね、何度も落ちちゃうから。でじゃあもうこれ毎日使うしちょっと探そうと思って探したのがこれなんです。自分の声を聞くのになんかね、イヤホンなしで音量出して聞いてるとちょっと嫌なんですよね。これは替え、パッドの替えと、これは充電かな。で、これあれだ、これ多分線差し込んで、コードで
さすが外国のこれ開かないんですよね、外国のやつって切れちゃうとかね。このコードありのイヤホンにもできるという、それ知らないで買ったわ。それはあんまり必要ないような気がするんだけど、まあほぼ家で使うものなのでこのままの方がまあ都合がいいというか、充電はいるね。うん、パソコンともペアリングができるというふうにも書いてあって、そう電話もできるとか書いてあったけど、まあ iPhone とはペアリングしないと思うのであんまりそこら辺は使わないと思うんですけど、パソコンと使ってもしもマイクがついていれば、動画の吹き込みの時にも使えるのかなって思ったんだけど、ちょっとそこはよくわからないということで、今すぐに使いたいけど充電できてるのかなっていう感じです。あ、使えそうだ。はい、ということで一応ね開封動画にしてから使おうと思ったので今届いてすぐやりました。はい、これから使いたいと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。